チョコマルです。先日里親さんが決まったこちらの浮草古いタンス、今回ですね新しい梱包法を思いついたので試してみることにしました。今回使用した材料はすべて100円ショップで購入しました。お菓子用のラッピングバッグ、パウンドケーキなんかを入れるマチ付きのタイプのものと、ハンディシーダー、それからこちらがレンジフードフィルターです。主役の古いタンス、きれいに洗って太陽光にさらしてるうちに真緑の新芽がたくさん出ちゃいました。ただ、環境によってはまたすぐに真っ赤に戻ってくれると思います。で、これが今回私がない知恵を絞って考えた新しい梱包法に使う、エアポンプです。まずはこちらです。レンジフードフィルターを適当な大きさにカットして、水道水ですすいだ後、カルキを抜いたお水につけておいたものです。ここに浮草を乗せて包むんですけど、キッチンペーパーより頑丈で見た目が可愛いということでこれをチョイスしてみました。浮草は大小サイズはまちまちなんですけど、皆さんに7株ずつ届くようにちゃんと数えてます。包み終わった浮き草をマチ付きのラッピングバッグにストンと入れちゃいます。長さのあるタイプだったので余分な部分をハサミでカットして、はい、初めて使ったんですけど、ハンディシーラーで先ほどのラッピングバッグの口を閉じていきます。その時ですね、全部閉じてしまうのではなくて、端っこをちょっとだけ閉じずに置いておきます。そこにですね、エアポンプのチューブを差し込んで中に空気を送って風船状態に膨らまします。お好みのサイズに袋が膨らんだら、中の空気が逃げないようにハンディシーラーで残りの部分を接着して、はい、水草用のエアバッグの完了です。これでですね、中の水分が外に漏れないのと、空気を含んでるので潰れて浮草が傷ついたりしないんじゃないかなと思います。ある方が多かピンクラムズさんもぜひ一緒にということだったので、一緒にお包みしたんですけど、今回の子たちあんまりね、色綺麗に今発色してないんですよ。なのでおすすめしなかったんですけど、それでもいいよっておっしゃってくれたので一緒に梱包させていただきました。同じようにエアポンプで空気を入れた後ラッピングしました。で、今回アヒルすくいに使ったアヒルちゃん一緒に梱包させていただいたんですけど、これチャームさんのおまけではなくって、ダイソーさんで購入したアヒルすくいのアヒルちゃんなので、押してもピコピコ鳴きません。ごめんなさい。
本当はもっとパンパンに膨らませた方が安心なんですけど、今回の発送に使ったスマートレターは2センチっていう規定があるのでこのサイズになっちゃいました。里親の皆さん、どうか古いタンスをよろしくお願いします。こちら、またまた石垣島のガラスお兄様からお荷物が届きました。大きな段ボールで届いて、中身は用冷蔵って書いてあったんですけど、残念ながら冷蔵庫に全部入りきらなかったので急遽簡易冷蔵庫を作ってそちらに保管させていただきました。で、たくさんの黒糖と一緒に届いたのがこちら、じゃん、ドラゴンフルーツです。20個ぐらい入ってました。ドラゴンフルーツ20個と沖縄のパイン、またまたいただいちゃいました。実はドラゴンフルーツ食べたことがないのでめちゃくちゃ楽しみです。ガラスお兄様、いつもありがとうございます。